はい。えー、こんにちは、ジミーです。今回のテーマですね。大企業を辞めた時に初めて分かったことというテーマでお話をします。実際に離れてみないとわからないということもあるものです。一体それはプラスのことなのか、マイナスのことなのか。 まあこれはですね、完全に人それぞれ捉え方次第だと思います。ですから今回は知っておくと良いと思われる4つのことを順不動に述べます。私の場合ですね、銀行員として12年ほど勤めた後に金融業界を去りましたと。そんな経歴ですね。参考になれば幸いです。こちらの4つですね、順番に説明をしていきます。はい、早速1つ目、何もできない自分がいたということです。 もう端的に言ってですね何もできない自分に気づきますなんとなく認識はしていたものの改めて気づかされることです自分自身ですねよく考えずに組織に属していたことが原因なんですけども同じような状態にある人もいるんじゃないかなというふうに思います会社の看板があってこそ実現するアポイント面談なんですねあと会社に蓄積された知見ですとか資源商品があってこその堂々とできる提案交渉だったりしますあと会社に与えられた役職と権限があってこその部下 会社という枠組みの中で複雑なシステムと大勢の人がいてこそ成り立つサービスと。まあ大企業ほどこの看板の威力っていうのが強力になりますね。そのシステム、もしくはまあ歯車と言った方がいいかもしれませんけども、その一部となることで会社を機能させていたという構図ですね。自分自身がその一部となることで機能していたということです。しかもその歯車は本当によくできています。一部の歯車が機能していなくても、全体としては影響なく機能するようになっているんですね。 するとねやはりこう思いますね、えー、苦しい思いをしながら経験を積んで業務をこなして自分に残るものは何なのかという疑問です利益は当然会社に蓄積されていきます学んだノウハウですとか、えー、貴重な取引先の情報なんかも、えー、基本的には会社に帰属するものであって個人のものではありませんよね 銀行であれば、業務の中の非常に狭い特殊なプロセスを除いて考えれば、まあ、障害担当をしてきたものに残るものとしては、一般的な財務・金融に関する広く浅い知識・見解ぐらいでしょうかね。まあ、他に強いて言うのであれば、現場で培われる根性度胸ですとか、交渉力なんかはまあ無駄になることはないものと思われます。 私の場合ですね営業経験が長かったものですから例えばまあ金融工学を駆使して商品開発をしてきたわけでもないですし最新のですね規制を対策するような部署にいて参画したわけでもありません実際に一人で自分のスキルを生かして何かを立ち上げようというふうに考えてみると強みとなる際立ったスキルがないことに気づくんですね え誇らしげにですね社内にいた時は、えー、その中で挙げた成果について自分は何千万円何億円のディールをやったんだという人は少なくありませんけどもいかにそれがエゴでしかなかったかが分かります。これが現実なんですね 早くから将来を見据えて、計画的に会社の中で得るべき知識、携わる専門的な業務を考えている人でもない限りはですよ、私と同じような状態になる人も多いんじゃないかなというふうに思います。どの業界でも同じであるとは思いますけども、今の時代、組織における役割は非常に細分化されています。意識的に取り組むべき道筋を考えていないと、自分一人になったときに何もできないというケースは多くなるでしょう。 このことに早く気づけば、業界内外問わずですね、働き方が変わるはず、動き方が変わるはずです。身につけるべき専門スキルに注力するもよし、早く見切りをつけて他の業界、他の会社に行くもよし、組織の言われるがままに与えられた環境で、無思考のまま何十年も働いていたらというふうに考えると、今考えてもゾッとします。残るものは膨れ上がった自尊心だけではないのかなというふうに想像をしてしまいます。 次に行きます2つ目ですね思ったよりも会社任せで生きてきたという実感です私自身ですねおぼろげながらですけども起業したい独立したいということを目標に人生を考えてきたんですけどもその割にはですよ多くのことを会社任せにしてきたなということに気づきましたこれまでの日本の会社はですね従業員の人生を丸が替えで面倒を見ていたのだというふうに痛感しますね、まあ、これからはそうではない随分変わるとは思います ただですね今まではそうだったということなんですけどももう一発の社会人として自分はですね自立した生活を送っているものだというふうに思っていたわけなんですけどもあらゆる社会的な知識が不十分であることに気づいたわけですね今考えれば会社員時代は業務さえしていれば良いという環境が整備されていました周辺の諸手続きですとか業務外のことっていうのは全て会社が案内してやってくれたんですね 税金ですとか社会保険なんかも自分では計算し払いなんかしませんよね。会社が給与転引きという形であらかじめ計算して払ってくれます。確定拠出年金などの制度が整備されたらですね、勉強会のようなものを開いてくれて、手続きの案内をしてくれます。財形などの貯蓄ですとか、場合によってはですね、従業員への貸し出し制度が整っているような会社もあるでしょう。 海外勤務となれば、ビザの申請から引っ越し手配、現地での手続きまでほとんど案内をしてくれます。よどみなく案内をしてやってくれるわけですね。結果的に税金のことも保険のことも年金のことも、そして海外での制度のことも驚くほどわからないわけですね。 集団のの中にいるという安心感も働くのでしょう大企業の中にいれば大きな心配はしなくても困らないぐらいの社会保障はまあ確保されるんじゃないかという意識も勝手に醸成されている可能性はあると思いますもし個人として生きていこうというふうに考える場合や企業独立を計画している場合海外での生活を考えている場合はもちろん 会社が丸がかいで面倒を見る時代の終焉に備えたいという場合も、ある程度はですね、個人として関心を持って、こういった諸制度なんかも理解しておいた方が良いんじゃないかというふうに思います。私の場合はまあ銀行員をしていたためですね、ある程度会社がやるべき税務ですとか、他の申告の類もわかるだろうというふうに考えていたんですけども、実際にやってみるとなかなかできないわけですね。確定申告ですとか、決算報告の仕組みっていうのは一から覚えることになりました。 まあ、いきなり会計士ですとか税理士に依頼できる状態であればまあ、そんな苦労する必要はありませんけれども利益の見通しも立たなければ自分でやることになるはずですはい次に行きましょう3つ目ですね視野が狭かったということです気をつけていても同じ環境にいれば視野の考え方も非常に偏ります 同じ組織の人はもちろん、普段から接する外部の人も多くはですね、同じような環境にいる人たちなんですね。なかなか違う景色が見られないものです。自分に近い環境が社会の中心となって、それがマジョリティの集団であろうという感覚になります。知識としてはそうではないというふうに分かっていても、一応は分かっていてもですね、無意識的にそう考えてしまうものです。 何か事業のアイデアを考えるにしても、社会の問題を考えるにしても、気づかないうちにその偏った構成員の社会、常識で考えている自分がいました。大きな世の中には、ね、多種多様な人がいて、生き方も考え方も様々なんですね。だからこそ可能性もあらゆるところに広がっている。まあこれ頭では分かっていてもですね、実感しにくい感覚ではあります。極端な話なんですけども、私はですね、会社に入って以来、世の中のためという言葉を斜めから見ていた、そんな自分がいました。 どの組織でも当たり前に掲げる世の中のため人のためそしてお客様第一社会全体のためにとこういったキーワードですねほとんどが建前お飾りのようなものだというふうに思って、えー、眺めていました組織内はもちろん、えー、周りを見渡してみてもそのようにしか使われていなかったからなんですね、えー、主張ですとか立場を正当化するための道具のようなイメージですね私にはそのように映りました本来、えー、お飾りなどではなく非常に大切な考え方であるはずです しかしですねどこか非現実的でででとんももなく崇高なくののように感じていたわけですね私自身確かにですね自分も目指さなくてはいけないと例えばまあ稲森和夫さんの本を読んだりしながらですね高い人格の収容に向けて気持ちを新たにしつつも本当に実践できる人っていうのはごくごく一部に限られているというそんな認識は変わりませんでした。 まあだからこそですねその思いを貫いて京セラの創業ですとか JAL の再建を成し遂げた稲森和夫さんが神がかって見えたという背景もあるわけですねしかしそのごく一部のすごい人だけだというその考えは意外なところから崩れていきました会社員時代とはですね違うタイプの集まりに参加することも増えていったんですけどもそこにはですね当たり前にあったんですねこうすることで世の中の役に立ちたいんですと こんな発言です初対面かつ利害関係もない私に対して堂々と発言をする人が何人もいましたその姿を見て少し面食らった自分がいたのは正直な感想なんですけども大きなことでも小さなことでもですね自分の使命を持って世の中のためにというふうに本気で考えて発言している人は実は特別ではなかったんですねごくごく一部の限られた人というわけではなかったんです世の中にはさまざまな人がいるということを再認識する機会となりました まあ、会ったことがないだけで、えー、想像を絶するような感動するような惚れ惚れするような人はですね存在するんですね、えー。自分が変われば見える世界も出会える人も変わってくるというのは俺ある意味真理というふうに言ってよいのかもしれません。 はい、次4つ目に行きましょう、えー、自分の人生が始まったという感覚です大きな組織に勤めているとですね、えー、仕事とは関係ない時間であっても、えー、どこで何をするにしてもまる、えー、会社の自分という意識づけはついて回ります、えー、当社の社員であれば当然こうあるべきだというような発言も何度となく聞いてきました仕事とは全く関係のない集まりなのに名刺交換を始める人もいるほど所属する組織プラス名前というこの枠組みで考えることが一般的になっています 時にはそれが権威ですとか何かしらの優位性を示すのに役立つというふうにも考えられますけども私としてはいつでもですね銀行員としての自分という枠組みには違和感を感じていました会社の利益ですとか機密情報は持ち出せませんけども会社の名前ブランドを守るという責任だけは四六時中ついて回りますねよほどの愛着でもない限りは非常に鬱陶しく思います 会社を辞めれば会社名を名乗る必要はなくなります。自分を名乗って前面に出していくしかありませんね。会社の名前を気にしなければならないという消極的な理由ではなくて、自分自身を堂々と気づいて勝負していこうという積極的な意味での自己責任感が芽生えます。守ってくれる、信頼性を保完してくれるものもない代わりに、邪魔をする、視界を制限するようなものも何もありません。 目の前に限りなく広がる世界をですね素晴らしいものと見るかそれとも恐怖でしかないというふうに考えるかは人それぞれです守られているけれどもワンノブ・ゼムで終わるのかそれとも唯一無二の存在として輝こうとするのか人生を強烈に輝かせることができる位置にいる自分にワクワクを禁じ得ない大企業を辞めてふと我に書いた時にあったのはとてつもなく大きな希望の感情でした はいえー、内容は以上ですね。最後に少しまとめます、えー。大企業を辞めて分かったこと、気づいたことを紹介しました、えー。大きな企業にいることで守られていたこと、恵まれていたことも多くあったのが事実ですね。その一方、辞めた後で視野が広がって大きな可能性を感じることができたというのも正直な感想です。もちろん、感じ方は人それぞれあると思いますけども、ただですね、えー、自分の人生を会社任せにせず、えー、一個人としてどう生きるかを考えるかということは、今の時代だからこそ必要になってくることではないでしょうか。 以上ですね、今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。